皆さんこんにちは。ついにこの日がやってきましたね。ウォルトのすべてが明らかになる日。質問コーナー。質問コーナーの時間です。いや、お待たせしました。先月質問を募集させていただいたんですけど、なんと約300件の質問をいただきました。300件ってやばくないですか？質問してくださった方、本当にありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しくて、本当に心からこう思いました。これが全部ラブレターだったらいいのに。想像以上に多かったので、全部の質問には答えれないんですけど、今回答えれなかったやつは、また第2弾をやりますので、楽しみに待っててください。それでは、早速やっていきますか。ってことで、レッツゴー！やっぱりね、せっかくやるからには答えづらい質問からやっていこうと思います。ちょっと重めなやつですね。悲しい気持ちになったらすいません。今日のパンツは何ですか？履いていますか？いや、ほんと今日に限って履いてたんですよ。いやー、よかった。ちなみにパンツはこちらです。なぜウォルトさんという名前なのですか？だってなんかかっこよくない？っていうのは冗談で、ウォルトみたいに後世に語り継がれるような男になりたくて、ちょっといじってウォルトにしました。だからこれからもいつ見ても楽しくて幸せになる動画作っていくよ。ラコスタには一人で宿泊されているんですか？はい。ミラコスタのルームサービスでこれは食べた方がいいっていうのがあれば知りたいです。いや、いい質問ですね。これは何回か動画内でも紹介したことがあるメニューなんですけど、彩り野菜のスパゲティペペロンチーノです。いや、これ本当に僕好きで、毎回食べたくなるくらい美味しいんですよ。しかも野菜もたくさん入っているので、体も喜ぶじゃないですか。そしてルームサービスって高いものが多いですけど、これは比較的安いので頼みやすいと思います。でも僕の場合2つ食べちゃうので金額も倍なんですよね。待ってました。質問コーナー、おいくつですか？すいません、ちょっと僕年齢非公表なんですよ。まあでも一応ヒントを出すとすると、29歳です。ミラコスタに泊まるなら何月が好きですか？これは部屋にもよるんですけど、テラスやバルコニーなら3月や4月が大好きです。最強に心地よくて、いつの間にかテラスの椅子に座ったまま寝ちゃったりしたことがあるくらいです。他の部屋だったら真夏や真冬が好きですね。めっちゃみんなが暑さや寒さと戦っている中で、ミラコで快適に外を眺めていたい。ミラコスタのテラス朝食をカラスに狙われた時の対処法を教えてください。ファミチキにするからな。初めてミラコスタに泊まったきっかけは、当時は彼女という幻のポケモンがいて、一緒に初ディズニーに行くことになったんですよ。で、せっかく行くからには贅沢しようと思ってミラコスタスイートを取って、そこからですね、まるで足の小指を角にぶつけたような衝撃を受けました。ミラコスタで一番幸せな時間は、それと一番訪れたくない時間は、一番幸せな時間は最初に客室の扉を開ける瞬間ですね。これまで頑張ってきてよかったってなります。逆に訪れたくない時間は、ミラコのエントランスで帰りのバスを待っている時間ですね。クソ切ない。撮影の際カメラは何を使っていますか？今もそうなんですけど、撮影は iPhone 12 Pro です。基本荷物は最小限まで減らしたいので、カメラとかは一切持たないですね。なのでパークにはスマホとお金と替えのおむつしか持っていきません。好きなポケモンは何ですか？ちなみに私はイーブイが好きです。イーブイめっちゃいいですよね。僕は海流ですね。背中に乗ってリアルソアリにしたいです。好きなアーティストは誰ですか？今は特にないんですけど、5、6年前くらいは C&K って方々にめっちゃハマってました。あとは世代的にオレンジレンジとかすごかったですね。初めてディズニーに行ったのは何歳ですか？ウォルトさんはいつ頃からディズニーやミラコスタが好きですか？確か23歳くらいだったと思います。そこそこ最近。ミラコスタもその時に初めて行きました。好きなディズニーキャラクタートップ3を教えてください。ジュラトーニー、ユキ、ユリ。ウォルトさんはディズニーでファンの人に声をかけられたことがありますか？その時はどうしていますか？めちゃめちゃありがたいことに、ディズニーにいたらたまに声をかけていただけるようになりました。この前はサロネの前で小学生くらいの男の子が僕と写真を撮ってくれました。見てる。私ももしウォルトさんを見かけたら声をかけてもいいですか？それはもちろんです。でも僕本当に人見知りなので聞かないでくださいね。視聴者にファン名をつけるとしたら何にしますか？ウォルトの愛人たち。ミラコのすべての部屋に泊まったとのことですが、トスカーナサイドも泊まりましたか？もちろん大好きです。個人的にトスカーナに宿泊はもったいないと思ってしまうのですが、どう思いますか？これに関しては、ぶっちゃけ僕も最初は、海とかプロメテウス火山が見えないならなって後回しにしてたんですけど、いざ泊まると、とても素敵ですよ。まずね、トスカーナは部屋がめちゃめちゃ可愛いんですよ。部屋の中だけでも写真スポットが2億箇所くらいはありますね。景色に関しては色々な眺めがあるので、正直場所によっては満足度は変わっちゃうんですけど、中にはハーバー側のみにいいんじゃないかって思う部屋もあります。まあ、どこにあるかはやっぱりしょうがないし運ですね。まあでも実はその客室をね、次の動画で上げちゃうんですよね。楽しみに待っててください。ウォルトさんはミラコの部屋からスマホのライトをつけて帰っていくゲストにバイバイする派ですか？ライトはつけないんですけど、バイバイはたまにしますね。たまにパークからめっちゃ元気そうに手を振ってくれる方がいるんですよ。普通に好きになりそうです。ウォルトさん、来年はトラ年なので、寝れていいんやと、10回言った後、
東京ディズニーシーのハーバー麺を答えてください。僕がこういうのに引っかかると思いますか？スマートに言ってあげますよ。メディティーナネア。企画や編集、すべて俺とさんがやられていますか？内容、ワードセンスがいつも面白くて好きです。内容、ワードセンスがいつも面白くて好きです。内容、ワードセンスがいつも面白くて好きです。面白いでしょう。全部一人でやってます。全部自分でやってるからこそ、皆さんがこうやって褒めてくれたとき、もう本当に嬉しいです。本当に、ありがとうございます。なんでそんなに面白いんですか？面白く生きなければならない。これが僕の背負いし宿命。オルトさん大好きです。オルトさん大好きです。オルトさん大好きです。オルトさんはどこの国に住んでいるんですか？オルトさんは福岡出身ですよね。そうですよね。オルトさんは他の YouTuber とコラボしないんですか？例えば、さんとか、コラボとかやってみたいので、誰かお声掛けください。条件はこちら。特技は何ですか？ミッキーマウスのモノマネですかね。はは、僕の後継者は、オルト君しかいないね。サラダが好きってことだけど、何の野菜が一番好き？はは、彩り野菜のスパゲティ、ペペロンチーノに入っているブロッコリー。オルトさんはランドはランディと呼んでいるそうですが、C は何と呼んでいますか？気になります。やっぱりランディみたいにおしゃれに呼びたいので、スイー。オルトさんはランディとスイー、どっちが好きですか？スイー。てか8割スイーに います。8割8割スイーにいます。ディズニーランディとスイの一番好きなアトラクションを感想付きで教えてほしいです。まずランディはスプラッシュマウンテンですね。スプラッシュマウンテンってほんと100点満点のアトラクションだと思うんですよ。ただの絶叫だけじゃなくて、そこまで行く過程も楽しめるというか、途中でちょいちょい見える景色も素敵だし、そこから最後の絶叫へのギャップというか、しかも途中で、あ、今の違うのか。っていうポイントがあるじゃないですか。あれも好き。スイーだったら、マジで二つで迷うんですけど、僅差でソアリンですかね。多分乗っている間の笑顔の時間が一番多いと思います。マジで、ソアリン乗ってる時って CM のような、こんな感じの笑顔出ますよね。他にもどんなアトラクションがおすすめか、オルトさんの感想付きで動画を見たいです。ソアリンと悩んだのがシンドバッドですね。シンドバッドの安心感ってやばくないですか？いろいろアトラクションが混雑してても、とりあえずシンドバッド行っとくか、みたいなテンションで行けるというか、初めて乗った時はね、ぶっちゃけ、何やこのアトラクションってなって、あんまり満足できなかったんですけど、乗れば乗るほど心に響くアトラクションですよね。今何かやろうと思って悩んでたり、周りから反対されてる方もいるかもしれないですけど、君の心のコンパスを信じるんだ。オルトさんにとってミラコスタを漢字一文字で表すなら何ですか？赤月。シャンプーとリンスは何を使っていますか？あんまりこだわりないんですけど、なんかひまわりのパッケージのやつです。そのシャンプー見た瞬間、あ、俺のパンツとお揃いやって思って気づいたら買ってました。ディズニーで一番好きな作品は何ですか？好きなディズニー映画ベスト3を教えてください。ラプンツェル、トイストーリー、リメンバーミー。オルトさんはじめまして。いつも楽しく爆笑しながら動画を見ています。オルトさんに質問です。ズバリミラコスタのお部屋から見る景色が一番好きな部屋はどの部屋ですか？景色が一番好きなのはテラスルームハーバービューの5141の部屋ですね。ここは景色としては本当にすごいと思います。テラスレてまっすぐ見るとディズニーシーの向こう側に東京湾が広がっていて、コロンビア号がディズニーシーに立ち寄ってる感がすごいんですよ。プロメテウス火山もすごい近くていい感じで、噴火を止めるのもすごい簡単なので、ぜひご協力をお願いします。ミラコに泊まりすぎると周りにドン引かれますか？オルトさんの周りの方の反応が知りたいです。ちょっとこれに関してはみんなどう思ってるかわからないので、僕の唯一のリア友で一緒にパインしたりすることもあるやつに聞いてみます。いつも面白すぎる動画のこれた、ミラコに行く前に事前に構成を考えてから撮っているんですか？いい質問ですね。すべて台本です。このボケもこのボケもこのボケも、ミラコスタの客室を想像して、どういうボケをしようかなってしっかり考えて、ミラコスタに行っています。その努力もあって、皆さんにたくさんの滑りをお届けすることができています。年始にベネテラに泊まります。タワチューをやりたいのですが、コツや注意事項を教えてください。タワチューとはこれですね。ピカチュウのようにタワテラを肩に乗せることをタワチューと呼んでいます。注意点はやっぱり夜中にやると、中にいるハイタワーが起きちゃう可能性があるので、そーっとね、こうそーっとやりましょう。ハイタワーちゃん夜泣きがひどいんですよ。タワテラのおすすめのポーズを教えてください。いつも動画楽しんでます。ミラコスタ以外のディズニーホテルの紹介動画やりますか？見たいです。やります。宿泊費、交通費、チケット料金やばくないですか？やばい。ディズニーキャストになろうと思ったことありますか？ありません。あのキャストさんの素敵な対応をずっと受ける側でいたい。オルトさん、こんにちは。ホテル動画メインが多いですが、食事はどうされていますか？僕はレストランには一切行かず、全部ルームサービスです。部屋からパークを見ながらゆっくり食べるのが好きなんで、レストランにはもう数年行ってないですね。
相手がサプライズで悔しそうにしている動画大好きです。最近毎年お互いの誕生日にサプライズをし合ってて多少のことじゃ勝てなくなってきました。オルトさんだったらどんな面白いディズニーサプライズを思いつきますか？オルトさんの力を借りして相手を悔しがらせたいです。リゾルで帰るように見せかけ一周してミラコへと回る。お部屋でお写真撮るならどういう風に撮るのがおすすめですか？まあ冗談は置いといて、ちょっと引き気味の景色と自分が一緒に写ってる写真が最近素敵だなって思います。あとはこの椅子に座っている写真を撮って、ミラコスタにいる感を残すのもいいですよね。いつ行っても感動をくれるディズニーリゾートですが、ディズニーリゾートで一番感動した出来事は何ですか？ほんとたくさんの感動をくれますよね。その中でも一番心に残っているのは、家族をディズニーとミラコスタに連れて行った時のことですかね。僕を育ててくれた母や祖母は、ディズニーに一度も行ったことがなかったんですけど、その二人が初めてディズニーの世界を知った時の顔が忘れられないですね。ミラコスタスイートの客室から、めっちゃキラキラした目でファンタズミックを見てて、本当に親孝行の場所をここにしてよかったなって、すごく思いました。ありがとう、ディズニー。それでは最後の質問です。もしもあと1回しかミラコスタに泊まれなくなったら、どの部屋に泊まりますか？これめちゃめちゃ難しい質問ですけど、強いて言うのであれば、ミラコスタスイートに泊まります。最初に宿泊した部屋だし、家族も連れて行った思い出の部屋なので、あと1回しかないんだったら、ミラコスタスイートに泊まりたいです。まあそれだけの理由じゃなくて、シンプルに部屋も好きですね。すごく広い部屋に、見える角度が少し違う2枚の窓、スイートルームとしての特別な体験を含めても、本当に素晴らしい部屋です。やっぱり、残り1回なら、この部屋に宿泊して、美女50人くらい呼びたいですね。ということで、皆さん本当にたくさんの質問ありがとうございました。今回答えれなかった質問もあるんですけど、せっかくいただいたので第2弾をまたやりたいと思っています。楽しみに待っててくださいね。あとこういう質問コーナーとかの動画も興味を持って見てくださっている方には本当に感謝しています。いつも見てくださっているあなたのおかげですごく楽しくやれてます。いつか必ずね、この感謝の気持ちを込めてこれをプレゼントします。ってことで、またね。